東京都議会自由民主党を代表し、本臨時会に付託された議案について討論を行います。冒頭、新型コロナウイルスでお亡くなりになられた方々のご冥福と、今も病と闘っている多くの方の一日も早い回復を心からお祈り申し上げるとともに、医療関係者の皆様はじめ、生活インフラを支える方々の献身的な取り組みに敬意を表します。また、土淵博交通局長の突然の訃報に接し、謹んで哀悼の意を表します。さて、国内で新型コロナウイルスの感染が始まり、4月7日に政府が緊急事態宣言を発出してから2週間が経過しました。都においても都民に対して外出自粛や休業要請を行うとともに、知事の専決処分や本臨時会に提案された補正予算などにより、感染拡大の防止、都内の経済活動の支援など各種対策に取り組んでいます。こうした対策は首都圏はもとより、全国、そして国や区市町村としっかり連携し、官民を挙げて取り組むことが必要ですが、最も大切なのは都民の皆様の正しい理解と協力であります。都民が一致団結し、この難局を乗り越えていくには、都の取り組みの方向性と対策の必要性を十分理解していただくことが欠かせません。知事は3月23日の記者会見で、事態の今後の推移によりましては、都市の封鎖、いわゆるロックダウンなど強力な措置を取らざるを得ない状況が出てくる可能性がありますと発言されています。専門家会議の中では手法の一つとして言及されていたようですが、知事としてロックダウンという措置を取るかもしれないと発言することは、知事が都民に直接伝えたのですから、専門家とは別次元の話です。知事がなすべきは、こうした言葉で恐怖心を煽り無用な混乱を引き起こすことではなく、冷静に事態を受け止め、合理的かつ効果的な対策を具体的に都民に提案し説明することであります。危機の実態を正しく把握し、危機から脱出するための手立てとともに、その間の苦難をどう乗り越え、危機が過ぎ去った後どのように立ち直っていくのか、その大きな方向性を総合的に都民に示すことが都知事の役割です。知事は国が緊急事態宣言をする前に都の緊急事態措置についてあえて言及し、その後結局国と調整することで時間をロスしました。また制度設計もないまま、休業要請等に協力した事業者には感染拡大防止協力金を支給すると発表したため、協力金がどのように支給されるのか、多くの事業者の方を混乱させています。同一業種の中でも未だに対象か対象外かが分からず困惑しているといった問い合わせが相次いでいます。緊急時であればあるほど、スピード感だけでなく分かりやすい制度設計にしなければならないのです。一方で、休業要請はされなかったが、外出自粛の影響で実質的に休業状態だといった声も多く聞かれます。コロナで客足が遠のき廃業したというニュースも流れています。こうした中、都の感染拡大防止協力金は来月に支給を決定し、順次支払い手続きを進めていくとのことです。実際に役立てていただくためには、スピード感を持って支給すると同時に、多くの事業者の方に広く納得いただける形で進めていくことを強く要望しておきます。昨日の特別委員会で指摘したように、緊急事態宣言から半月が経過し、自粛要請がいつまで続くのか、都民は不安の中で日々の生活を送っています。懸命に感染拡大を抑え込む努力をしている都民にとって、補正予算総額がリーマンショックの時より大きいか少ないか、そのようなことは全く意味がありません。予算額の大きさが対策の有効性を担保するのではないのです。対策の中身が今の都民ニーズにどれだけマッチしているかが大事なのです。中でも医療崩壊を避けるために、医療の最前線で感染症と対峙している医療従事者の方への支援の充実が欠かせません。またホテル等を活用して軽症の方の宿泊施設を確保する際には、対応の長期化も視野に、対策に関わる方の感染防止も含め、持続可能な体制整備を図ることが必要です。そして都民の不安の根底にあるのが PCR 検査数の不足です。検査体制の拡充に向けて、地域医療機関とのさらなる連携と発熱外来センターの設置を進めるとともに、コロナ専門病院の設置を強力に進めることも重要です。なお、オンライン診療に関しては導入予定の医療機関もまだまだ少なく、誤診リスクへの不安も声も聞きます。そうした医療現場の声を聞き、今後実効性のある形で導入を進めるべきです。また特措法には保健所設置士という概念はなく、東京都は広域自治体として保健所業務も含め、すべての事務を一元的に実施できるとされています。知事は保健所は区の管轄とか国が決めることなどと言わずに、法の趣旨を踏まえ、保健所を含めた効果的対策の実現に取り組む責任があるということを改めて申し上げておきます。
さまざまな感染拡大防止策を進めていく上で最も大事なのは、切に医療現場の声を聞くことです。実際に活動している方のニーズを踏まえた実効性のある対策の実施を求めておきます。そして自宅で頑張っている児童生徒保護者のために、教育活動の再開に向けた事前準備、民間と連携したオンライン教育など早急に取り組むことも必要です。一方、東京の経済活動を維持継続していくことは、感染収束後に社会生活を一刻も早く立て直すために極めて重要です。外出自粛の影響による経営状況の悪化は、そのお店と取引している事業者に波及し、市場流通はもちろん生産物流と影響は広がっていきます。このため東京の経済全体を見渡した総合的対策が必要ですが、民間がすでに取り組んでいる対策もあります。貴重な財源を投入するのですから、行政がやるべき事業を冷静に判断し、実効性のある取り組みを進めていくことを求めておきます。またコロナ感染が拡大する中、いつ発生するかわからない自然災害への対応も喫緊の課題です。避難所における感染防止対策など、区市町村とも連携し、都としての対策強化を進めるべきです。コロナウイルス対策はこのように多方面に大きな影響を与えています。東京都の行財政運営のパラダイムが変わったとも言えます。令和2年度予算の修正はもとより、都の財政基盤の健全性を保ちながら大胆な財政投資を行うなど、思い切った対応も必要です。今回の新型コロナウイルスの感染拡大防止への取り組みは、深刻な医療の課題であると同時に、都民の日常生活や経済活動の細部にまで複雑に絡み合う非常に重い課題です。医療関係部門だけでなく、多くの都の職員が力を合わせてコロナ対策推進のために、さまざまな場面で感染拡大防止に取り組んでいます。そのリーダーである都知事には、不退転の覚悟で取り組んでいただくことを強く要望しておきます。我々都議会自民党は、感染リスクのある中、感染防止対策に全力を尽くされている方々とともに、この難局を乗り越え、都政を前に進めるために全力を傾けていくことをお約束申し上げ、知事提出の全議案に賛成し、討論を終わります。